はい、どうも皆さんこんにちは、ゴッドコータンと申します。今回のマインクラフトはバージョン 1.7.10 です。約10年前のめっちゃ古いマインクラフトで、今回はこのマイクラに新しいモッドを追加しました。その名もオアスポーンモッド。おー、めちゃくちゃに前にいろんな実況者さんが遊んでいたっていう、あの超有名かつ鬼畜かつ面白いモッドで、で、そのモッドの中に追加されるむちゃくちゃに強いモブのザ・キングというモブがいるんですね。今回はそのキングっていうモブをラッキーブロックから出てきたアイテムだけで討伐していきたいと思います。うるさい。画面越しからは無理だろっていう声が聞こえるけど、そんなんやってみなきゃわかんねえんだよ。そのザ・キングとやらがどういったモブなのか出してみて、皆さんの前で見せてあげましょうかね。こいつがザ・キングです。おー。体力が7000の真っ白いボディが特徴の首が3つあるドラゴンのようなボスですね。こいつがザ・キング。オアスポーンモッドの中で最も強いと言われているモブで、マインクラフト史上最強とも呼び声の高いモブとなっております。で、今回はこのモブをラッキーブロックから出てきたアイテムだけで討伐しようかなっていう風に思ってたんだけど、多分これは無理な気がしてきたな。さすがにさっきのあの見た目とあの大きさを見て、ラッキーブロックごときでそれに勝てないということ自体、僕にだって分かってしまうぐらいにはあのモブは強そうっていう風に感じるね。だからここは現実的にこう、あまり理想は高めに持ちすぎない方がいいな。大代案として、このオアスポーンモッドの中でも比較的良心的なボスモブである、じゃじゃん、ロボルパウレルラっていう、かっこいい古代兵器のような二足歩行のロボットちゃん。こいつを今回の討伐対象としたいと思います。体力も200と、まあ良心的な部類ですね。ウォーデンよりも全然低いので、こいつにならラッキーブロックから出たアイテムで勝てるんじゃないかなっていう風に思うので、早速やっていきたいと思います。1.7.10 とかめっちゃ懐かしいな。さて、ラッキーブロックはこのチェストの中に入って1スタックのものだけを使いますね。まず1つ目。なんか見た目も 1.12.2 とかのやつとは若干違いますね。じゃあ、履けます。じゃあおぉ。ギミック自体は 1.12.2 のやつとあんまり変わらないみたいだな。ただちょっと、また増えた。ただちょっと、なんか今回は運がいいな。狭い建物が急に出現したかと思えば、周りにはモンスターがたくさんスポーンしたと。でも僕に対して襲うことはないってことですね。ラッキーブロックブック。ああ、は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 あ。オッケー、わかった。次。なんか、建物の中に僕を閉じ込めるのが最近のブームになっていたりするんで。わけがわからない。うわ、見てあれ。村人ゾンビのあの見た目めっちゃ懐かしくない？ 1.12.2 だとして、クッシャが変わっててさ、あんな可愛らしい姿じゃないんだよね。てか、めっちゃゾンビ湧いてんじゃん。どうしよう。こいつらに僕、立ち打ちできそうにないから、さっさとラッキーブロックもう一個置きましょう。あ、ネザースター。ああ、ネザー。ああ、こいつら勝てない。こいつら勝てない。TNT。いいね。なんかないの？ちゃんとしたポーションとかさ、かっこいい。ああ、しょうもない。いらない。いい、欲しい。これ。ジュ、ストップ。やめよう。冷静に穏便に。てか、石の剣の方が今回強いんだよな、確か。ほら、これでもクレイ。よし。地味に攻撃力が上がってる気がする。石の剣が6ダメージとかなってんな。じゃあ次。いや、また、なんか、ああ、これ欲しい。邪魔。かっこいいダイヤ装備とかそういうのがいいね。いい感じの装備があったらなっていう風に。いった、ちょ、ストップ。いらないアイテムは極力捨てるようにしましょう。そうしないとあっという間にインベントリ内が圧迫されてしまうのでね。ダイヤモンド8つ。いいです。ストップ。自然スポーンでめっちゃ強そうなモブ湧くのやめてもらえませんか？あら、可愛らしい女の子たちがたくさんいる謎の島に流れ着いてしまったので、ここには特に敵対モブはいなそうなので、ここでラッキーブロックを置いていきましょう。いや！誰も女の子は傷つかなかった。それだけで僕はいいよ。強い装備とか出ない感じ？ 1.12.2 の時はさ、強い装備たくさん出ていたんだけれども、このバージョンはなんか出ないんですかね？なんかそこら辺のバランス調整とかあったりするんですか？教えてくれるとありがたいです。染料とかいらないな。もっと武器となるような食べ物とかでもいいよ。武器になるような、お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 、
危ない。 1.7.10 のラッキーブロックってさ、 1.12.2 のラッキーブロックよりも殺傷能力というか殺意高い。明らかにこれ殺意がすごい高いんだけれども、プレイヤーのことをとことんいじめ抜いてやろうっていう明確な意思を感じるんだけど、気のせいだったらいいな。気のせいじゃないんだよな、それが。だって実際に僕死んじゃってるし。じゃあ次、えい、や、お、いらない。あー、これ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 、いいね。しょうもない装備だけど、ないよりはあった方が嬉しいからな。まあ、できればダイヤ装備の方がいいんだけどさ、このバージョンそういうのないから。え、いや、出てくるイベントにちょっと偏りがあるような気がするな。あー、鉄のツルハシ。これは嬉しいね。ダイヤモンド鉱石とかが出たら、掘ることができる。おー、上位の金リンゴじゃん。このバージョンだと能力が結構優秀なんですよ。で、チェストの中にもラッキーブロックがあったので、これらもちょっと引いていきます。何なの？1.7.10 って爆発大好きですか？そんなにプレイヤーのことを爆発で殺して楽しいんですか？楽しいな。ラッキー棒、耐久3、射撃ダメージ2、パンチ1、フレーム。まあまあ強いじゃん。いや、1本でもあったら無限ついてるおかげで遠距離から攻撃ができるので、なかなかいいんじゃないですかね。ただ矢がないので、スケルトンとかそういうのが欲しいところ。金リンゴ、なんか装備がだんだん充実してきましたよ。これはちょっと勝てる。勝てる。1.12.2 の時とは、なんか見た目もテクスチャも違って、イメチェンしたもしかして。てか、ゾンビが水の上をさ、普通に泳いでる姿を見るのは、結構久しぶりで違和感すごいな。1.13 からさ、ゾンビ水の中やったら泳げなくなって、ドラウンドっていう意味わからないモブに変身しちゃうようになっちゃったからさ。お前のことを倒せば、確かいいアイテムがもらえるんだよな。嘘でしょ？ゾンビ肉すら落とさなかった、あいつ。次、いや、危ない、僕運がいい、隣に水があってよかった。次には、ああ、食べ物、食べ物。食べ物はね、この戦いにおいて結構必要なのでね、ありがたくいただきたいと思います。よっしゃー。1.7.10 だから食べ物の回復量が地味に遅いね。金の装備。これで一応フル装備になることはできたので、ロボットに勝てるんじゃないかなって、この段階で思っていますけれども、まあもうちょっと強い装備が欲しいところですよね。欲を言ってしまえば、危ない。これもまた、僕の、釣り、ゾンビ肉いらない。うん。上から金床が降ってくるんですよね。僕知ってますよ。そして、ダイヤモンドとエメラルドが手に入りました。ちょうど32個ありますね。これで、なんか作業台とかそういうのがあれば、僕はエンチャントとかできたり、装備とか作れたりするんだけれども、そう都合よくいかないのがこのラッキーブロックってわけで。何？今なんか変なモンスターが、左側に。え？おー！シービップ！プラオブっていう長いヘビさんが初期リス地点にずっといるんだけど、リスキルですか？他は？これはいらないよ。釣り。あー、ブロックいらないな。釣り。黒曜石もいらない。釣り。痛い。助けて。あれ？何？まあ、爆発した？何か起きたのかな？まあ、よくわかんないけれども。まあ、僕が無事でよかった。釣り。エンチャントボンいらない。ちゃんとした装備をください。いらない。あー、嘘でしょ？今ので全部？これらが全部のブロックってこと？僕が出すことができたブロックがこれ。ラッキーブロックでいい感じの装備が出てきたところで、強そうなロボットさんを、いた、倒したいと思います。決勝の場所はここでいいかな。一応さ、ダイヤモンドたくさんあるから、このダイヤモンドを使って、ダイヤモンドの装備をちょっと作りたい。ダイヤモンドの装備を少し作りたいので、近くにある原木を伐採したいと思います。これは別に悪いことじゃないですよね。ラッキーブロックから出たものだけで戦うっていう名目なわけじゃん。で、ダイヤモンドはラッキーブロックから出たものなわけじゃん。ってことは、ラッキーブロックから出たアイテムだけで戦うっていうルールは別に、破っちゃいないから大丈夫なはずですよね。はい。あとダイヤモンドの剣を着て、これで完璧。あ、そうだ。そういえば、オアスポンモットってやつ入れてるんだった。だからこのエメラルドってやつも立派な武器となるんですよ。じゃじゃん。エメラルドソード、攻撃力が10だそうです。ただ、まあ、あくまでバニラの装備で戦った方が、動画的にも、
中途半端じゃないし、それに相手は、あいつはバニラ装備で来るんだなっていう気持ちだと思うから、僕がそんな期待させておいて、モッドのガチガチ武器で戦うっていうのはちょっとスポーツマンシップに反するような行為だよなってことで、エメラルドの剣使いたいと思います。モンスターごときにスポーツマンシップなんて知ったこっちゃございません。ってことでやっていきましょうか。一応これらの装備は全てラッキーブロックから出たアイテムなので、僕は嘘はついてない。いやあ、攻撃力が強いから、上位のキーニングをいただきます。あ、もう無敵。はい、無敵。あ、やば、矢がないのか。じゃあ、お前のこと、こっから、一方的に、殴る。バージョン 1.7.10 の特有のこのガード切りによって、お前を、はめ殺しにすることができるんだぞ。しかも 1.7.10 の上位のキーニングはチート性能だ。耐性能力がめちゃくちゃすごいし、耐性とかはめちゃついてる。1.9 以降の上位のキーニングは、体力は増えるけれども、再生能力は 1.8 以前の上位のキーニングに比べると、あんまりいいって感じだからさ。ってことで、あれ？もしかして君弱かった？ごめん、ちょっと上がってきていいよ。ほら、もうこれするだけで君近づくことできないでしょ。そんなことなかったね。ごめんなさい、舐めてた。キンリンゴムシャーふっふっふ、回復回復。ちゅ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 、意外と意外と意外と体力があるな。むしゃ。そして、ポーションはまだいらないか。いやー、くらい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 くれ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 、攻撃力10のエメラルドの剣でお前の体力をゴリゴリと削ってやる。あくまでこれは、あ、ゴリ押しというやつか。みゃーいにゃーティ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 。よし、残り体力2だな。相手はもう自利品。僕は装備ガチガチで、で、回復力も結構あるから、拳でいきます。大丈夫ですか？どんな気持ちですか？プレイヤーさんに圧倒的な格下な相手にさ、舐めくされる気分は。ということで、ラッキーブロックから出たアイテムだけで、オアスポーモッドのモブを討伐することができました。なんかこれ僕、どんなモブにも勝てるような気がしてきた。意外とこれ、オアスポーモッドのモブってさ、どれもこれも理不尽な強さな気がするじゃん？そんなイメージがあったからさ、絶対にさ、こういうモブに勝てないと思ってたんだけれども、全然いけるな。これさ、ザ・キング、こいつと戦いたいと思います。さっきのエンダーマンのロボットバージョンみたいなやつを倒すことができたんだが、このキングとかいうやつも僕の運の力で倒すことができるということで、いただっ！ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。それでは、さよならー。